今日どこ行くの？どこ行くの？ねえ、なんかつけてるけど、どこ行くの？ねえ。泉自然公園行こう。じゃあね。今日はね。行こう。はい。今日もですね、大吉くんがどっか連れて行けっていうんでね。ここはね、千葉市若葉区にある泉自然公園というところに、今日はね、来ています。泉自然公園、入り口入ると正面がね、駐車場になってて、1日、乗用車400円ということでね、1日ね、この中で遊べるっていうことですね。それからですね、ここがなんだ、ビジターセンターってなってて、なんか案内図とか、そんなのがあるのかな。ね、で、大吉君はというと、車がね、あんまり温まらないように、ちょっと奥の方の日陰の駐車場に止めてます。はい、こんな感じでね、こんなフル装備でね、クーラーボックスまでつんで、完璧にフル装備でね、出かけていきますよ。はい、大吉君はどうかな？大ちゃん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 。これが左行くと菖蒲殿、泉橋の赤い橋がありますね。あっち行ってみよこの赤い橋を渡ろう。綺麗な橋でねえ、すね。綺麗な橋ですね。綺麗だ赤いね。橋、ちょっとここから日向になるから、大ちゃん、ちょっと早歩歩きね。きね、早歩き、見て、下。あれ、ここあれじゃない？足の真ん中来て、なんだっけ、変な、このでっかい貝をね、取ったんじゃなかったっけ。ほら、在来の亀がいるかな、在来生物がいるかどうかってね、泥をね、あれして。なんか前にやってたよ。はい、こっち、橋渡って突き当たり、崩落の危険ということでね、こっちはダメです。左に行きましょう。はい、左ですね。あらら、ここなんか登るとこあるけど、ちょっと裏車だとダメですね。行かないでくれる。大ちゃん、前なんかねえ、全行部ったら、日傘が届かないぞ。全部これ日傘でね、一生懸命日陰作ってるんですけど、大ちゃんが乗り出しちゃって。いや、クーラーボックス邪魔かな。邪魔ですね。ここからあれじゃ木陰になりますね。傘いりません。そうだね、自然公園、ここね、泉自然公園ってこうやってね、木々の間にこういう道を作ってあるんで、やっぱりね、日陰より木陰の方が涼しいね。ただの日陰よりも、なんでこんなね、本当にこの木々の、影っていうかね、涼しい。ちょっと多少ね、汗が、ちょっと汗をかいてるところもありますけど、涼しい。もうここはね、あまり日が普段当たってないんですね。地面に苔が生えてるんで、これをね、すってんころりん注意ですね、これはね。駅の方まですずか、はこれ、涼しそうなところ。池の方ね、蓮池ちょっと行ってみる。で、下の池とか上の池とかね。それどっち行けばいいの？右だね。これ花木の広場ね。こっち杉林って、こっちが右が、そうだね、右のね、右だね。で、俺たちは泉橋から来たんだからね。ね、河原じゃねえよ、川ね、山だしね。でもいいね、ここね。いいよ、涼しい涼しい。おかげだらけで。
大ちゃん来ましたか。おお、大ちゃん来ましたか。大ちゃん来ましたか。大ちゃん涼しいですか。涼しいですね、大ちゃん。涼しいですね。大ちゃんはもうボソボソですもんね。ボソボソになっちゃいましたね、大ちゃん。ね、大ちゃん。大吉。してあるけどね。まだ先なんで。ね、そうだね。こっからちょっと。舗装がそこまで途切れてガタガタになっちゃいましたよ。あれ、ちょっと、あ、これ何？なんか実がなりてるけど知らん。うわ、ガタガタですな。ガタガタですな。押せって言ってますか。押せって言ってますね。やっとここから音になる。音になる。石？ダメ。ダメだよ、大ちゃん。ちゃんと最近歩けてんのにね。本当？うん。泉自然公園、ずっとね、こんな感じの日陰を、まあ、歩くようなんですけど、日陰を歩くんですけど、なんか小さい虫がいっぱい目に飛んできてね、それだけ困っちゃいますね、なんかね。今日こっち、あれだ、こっちにしよう。ほら、トイレもここにあるしね。トイレも綺麗なトイレ。え、ほら、そこほらね、テーブルがあるし、ゴミ箱あるし、燃えるゴミとかね、そこがいいじゃないの。ここがね、芝生だしね。芝生、あら、毛虫はいないかな。毛虫チェック、毛虫チェック、毛虫チェックして、やっぱりね、これね、テーブルがね、これちょっとあった方が何かと、まあ、便利なんで、まあやっぱりね、いつものもとくこうやって陣地、まあ陣地って言ってね、まあ、まあ陣地っていうか、まあ、いつもの通りこうやって、テント設営終わりました。そでもって、でもってね、こう大地が、あれ、大吉、ドリブル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 、離さない、離さない、離さない、ガッチリ離さない。はい、昭和の森同様ね、泉自然公園でもやはりね、こうやってやっぱりこういうね、原っぱ、原っぱですよね、広場、広場にやっぱりこうやって人が集まってきて、で、そうですね、このテーブルやなんかもやっぱりこう置いてあって、まあ木陰にテーブルがね、設置されてるんで、まあこうやって人がね、集まってきます。ちょっと今ね、お昼ぐらいなんで、とってもね、気持ちがいいですね、今日はね、気温の方も30度近いんですけど、で、大吉くんはというと、やはりね、あの陽犬なんで、ちょっと温度調節があのできなくてね、もうハーハーしちゃってるんで、やっぱりね、よだれも出る。なんか顔もなんかべちょべちょになって、べちょべちょになってますよ。で、首をね、これアイスのアイスね、首を冷やして、こうね、熱中症対策ね、あ
要件なんで、この温度調節がね、なんか苦手でね、熱中症になっちゃうっていうんで、ちょっとこうやってね、首のところ、まあ、ちょっとあのね、視聴者さんのね、コメント欄でこうした方がいいよっていうのがあればね、もっと教えていただきたいのでよろしくお願いしますね。ね、大吉くんです。はい、ね、大ちゃんね、カメラ目線にしてね、何見てるの大吉さん、うん、隣のお子ちゃま見てるんですか。疲れた。くるくるくれくるくれ。あ、ちょっとちょっとちょっと待って待った。ダメよ。こら。待って。ほら。あ、そうですか。シーズ可愛いですよね。バイバイ、またね。会ったらね。バイバイ。バイバイ。くたびれちゃったですかね。でもねんねんしなさい、あなた朝からも全然ねんねんしてないんだからね。おやすみね。暑いよ、ちょっと暑いよ、戻って向こうに。あー、ちょ、やばいやばいやばい、おっこちゃおっこちゃね。大吉くん、大丈夫かしらね。え、熱中症になっちゃう、暑すぎるからね。じゃ、ペットボトルの氷で今冷やしてね。へーへーって、な、人間だってね、熱中症でね、あれが悪くなっちゃう。ワンちゃんだって、あー冷たいね、気持ちいいね。で、首抜けてる。うん、気持ち悪いって言わないから、犬はね、犬はってワンちゃんはさ、人間が気を使ってあげないとダメだよね。ね、うん、ね、暑い。日向で走らせたら無理ね、距離。大丈夫かな。ね、うん、ゆっくり休めてちょっとね。はい、ちょっとね、やっぱ暑くなりすぎちゃって、大ちゃんがグロッキーなんで、もうそろそろね、ボタンで。帰るようにしましょう、ね、帰る支度します。今ね、大ちゃんね、氷で冷やしてね、私お休みにしてます。風も出てきたしね、ちょっとゆっくりしてね。はい、さてとね、帰り支度もできたのでね、あの帰り準備しましたね。大ちゃんもちょっと元気に。よかったね。よかったね。見てこれ、ペットボトルの氷の上に寝て乗っかってんの。あ、全然体温が違うじゃん。さっきとほら鼓動が違うよ。ほら、ベロの長さが違うもん。ほらほらほら。ね、見て。ほら。ね、よかったね、よかったね。なんでさっき倒れちゃったか。もう息できないぐらいになっちゃってたでしょ。あ、なんですかこれ。ちょっとこれ生物観察じゃないけど、あれ。何ですか？あれ？いや、くぬぎはいいけども、あれ？なに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 ？あら、すげえ。お花広場の方行こう。お花見広場。こっち、あれだ。キャンプ。え？これ行ってみようか。これ何これ何これ何これ、フォレストアドベンチャー何ですかね。ちょっと行ってみますか。あ、トイアドベンチャー、なんだアドベンチャー。
そうなんだ。泉自然公園すごいじゃないですか。いいんですか。ちょっとねやるわけじゃないけど、ちょっと覗きに来ましたよ。あれ、あ、何、アドベンチャーって何、フォレスト、うん、うん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 、あれは何だったっけ、うん、右側がこれ。でもさ、あそこさ、キャンプできるんだね。キャンプ場になってるんだよ。で、ここがお花の広場って言って、これ桜の木がね結構あって、まあ休憩のところがね、こういうところにありますね。復活しましたか？よかったね。じゃあ行きますか。なかなかね、日陰もあるし、泉自然公園、千葉市若葉区、いいっすよ、ここね。400円。